何度もすいません、えちゃんちゃゃんんです、えー。ただいまですね、えっと、8時ちょっと回ったとこなんですけども桜島が噴火しました、えー、噴火って言ってもですね、えー、普通にあの白い煙が上がってるぐらいなんですけども、えー、と噴煙を上げておりますえー、っとですねなんか昨日あの普通にですね あのレンタカーの,あの方に、ちょっとあの送迎してもらってる時に聞いたんですけども、あの普通に噴火って言っても、あの桜島はこの日常茶飯事なんで、全然気にしてないそうです。で、結構、その東京とかのニュースでやってて、そのいろいろもうあの噴火して、もう、 なんだろうすごい大変な被害を帯びてますっていう感じで全国ニュースでやるんですけどその地元の方はまあああそうなんかまあまた噴火したか洗濯物出せないなっていうぐらいの感覚でそんなにあの日本あの何て言う東京とかそういう人とは温度差がすごいあるっていうふうにおっしゃってましたそうですねでまああのこういうのはもう全然当たり前のように あの、見てるそうです。もう、昔からですね。小さい時から。で、今、その、左、あ、すみません、失礼しました。えっ、ー、と、山頂の、こっから見て、右側から、もくもくと、噴煙を上げてます。まあ、あの、下にあるのが、あの、普通の雲なんですけども、その、左側から上がってるのは、もうちょっとあんまり、わかりにくいかもしれないんですけども、もくもくと。 見えますかねモクモクと増えてるの見えますかこれ一応ですね増えてるあのまあ一応噴煙じゃないですけどもあのモクモクと上がってるのが見えると思います先ほどはもう普通にうとあのー、静かな感じのあの山だったんでちょっと今回またちょっとあの煙 噴火してるので、それ初めて見たんで、ちょっと、撮ってみました。そうですね。まあ、東京からあの来てるから、やっぱりまあ、ちょっとこういうのは、おおって思いますね。もう地元の方でしたら、なんだよ、そんなのっていう感じで思われるかもしれないですけども、でも、感動って言ったら語弊がありますけども、 なんか、ああ、すごいなーっていうのは感じますね。で、あっちの方に向かって吹いてるんで、こっちの方には煙来てないですね。風向きで変わると思いますけども、こっちの、あの、鹿児島市内には来てないで、向こうの方に流れていってます。はい。では、えー、ちょっと桜島ですね。ちょっと噴火。あの、噴煙ですね。 があるんで、まあ、ここに、太陽が出始めて、天気も回復してきております。はい。えー、桜島、もう3連発、4連発してますけども、で、またちょっと白山展望台というところ行きたいと思うので、ここからまた桜島のまた違う雰囲気が楽しめると思うんで、まあ、これからちょっと、あのー、白山展望台というところに向かいたいと思いますので、はい。以上でございます。ありがとうございました。